サー・ジェームズ・ゴールウェイは、ベリファスト出身のアイルランド系イギリス人のフルート、奏者、指揮者。黄金のフルートを持つ男の通称で知られる。ソリストとして数々の名声を獲得し、現在最高のフルート奏者の一人、エリザベス2世より1979年に大英帝国勲章を、2001年にはナイトの称号を授かっている。ロンドン公共楽団、 ロイヤルフィルハーモニー還元楽団の首席フルート奏者を経て、1969年、ヘルベルト・フォン・カラヤン率いるベルリンフィルハーモニー還元楽団の入団試験を受け合格し、1969年から1975年まで首席フルート奏者を務めた。一時期の不和の末に対談し、ソリストとして活動することを決断し、カラヤンを驚かせ、戸惑わせた。 その後も独奏者として成功を収め、現在も定期的に演奏活動を続けている。クラシック音楽のフルート奏者の中で指導的立場にある一人である。モーツァルトなどの定番の楽曲のほかカール・ライネッケの競争曲やソナタのように忘れられた楽曲も録音し、さらには民族音楽のアルバムも数点制作した。映画、ロード・オブ・ザ・リングの サウンドトラックでも演奏を披露している。現在は指揮者として、ロンドンモーツァルトプレイヤーズの主席客演指揮者も務めている。スイスのメッケンに同じフルーティストでもあるアメリカ人の妻ジニーと暮らす。オイ・マーティンはコンピュータ音楽の世界で活動している。近年愛用している楽器は、長原フルート、ボディ24金、キ14金、エイチカン、シストリル付き。 ピンレスシステム、パイパーズ2009年12月号14ページ。ありがとうございます。